前回ホームでやった時と同じようなこうゲーム展開で、まあ、前半はしっかりこう自分たちのエナジーだったり集中力だったりっていうのをまあ最初から出して、まあ、あのチームとして戦えたんですけど、まあ、後半本当集中力なくなってきて、ターンオーバーも多いしリバウンドも簡単に取られたりとかっていうところがあったんで、まあ、それが明日に多分つながると思うんで、あの明日秋田さんもホームあの年内最終戦で激しく絶対来るんで、まあ、それを本当に打ち返せるような準備をして、あの明日また挑みたいなと思います。はい、ありがとうございます。質問のある方、14連勝のみたいな。ありがとうございます。あの何かその連勝についてこう意識したところは今日はありますか、チームとして。全くないです。はい、まあ、勝ってる、1個のもうその1試合1試合の戦い方をこうの積み重ねがまあ連勝ってなってますけど、内容的には、まあ、今日のみたいな内容になってしまうというのは、やっぱりここから本当に自分たちが目指すところまで行こうと思ったら、そういうところをこう成長させていかなきゃいけないので、あの勝ち星だったり順位だったりというのを今あの意識するような時期でもないですし、あの明日本当にしっかり戦えるようにまた準備していこうと思います。もう一点、秋田との対戦でちょっと今日ここ、まあ、前回もやってますけど、はい、2度目ですけども、ここを気をつけようといったポイント、でそこが実際どうだったかというのを知っています。秋田さんはホームで強さ発揮するっていうのを、去年から感じてて、まあ、なんで試合の入りだったりそういう、 こう激しく来るところをしっかりこう自分たちが受けに回らず、自分たちからアグレッシブにアタックするっていうのをしっかり選手が意識してやってくれたんじゃないかなと思います。2クォーターで第1個引き離して、まあ、シュートの調子も非常に良かったところはあると思うんですけども、はい、どこら辺がうまくいったかなというふうに。まあ、相手ともやってきたディフェンスに対してしっかりこう判断ができて、まあ、いいシュートが出た回数が多かったのかなという感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは以上です。ありがとうございました。